時事通信は11月20日岸田首相弔意政教分離で破門政府全ローマ教皇にも池田氏死去の記事を配信した11月15日創価学会の池田大作名誉会長が老衰で死去18日に事実が明らかになるとまず岸田首相は X 旧ツイッターに深い悲しみに耐えませんなどと投稿したさらに19日 岸田首相は東京・信濃町にある創価学会本部別館を弔問のため訪れた時事通信は現職の首相が学会施設を訪れるのは異例と指摘池田氏が学会を支持母体とする公明党の創立者であることから連立政権を組む同等に配慮したと見られると伝えたところが岸田首相の行動を 政教分離の観点から問題視する意見が相次いだ例えば18日のコメントは内閣総理大臣と自民党総裁の肩書きで出された19日の弔問も首相としての行動だったのは時事通信が報じた通りだ特に SNS では批判が殺到 時事通信も記事で政教分離と関連付けて疑問視する意見が続出と紹介しネット上における岸田首相の炎上をニュース価値が高いと判断したことをうかがわせたそれでは SNS がどんな状況なのか具体的に X からいくつかのポストをご紹介しよう政教分離の原則を投げ捨ててるじゃん政教分離できずに脊髄反射でポストする総理の政治力低すぎ 政教分離を無視して誰に向かってアピールしたいのでしょうか政教分離のはずなのに選挙協力してもらったからですか創価学会は憲法違反政府は火消しに躍起となった松野博一官房長官は20日の記者会見で岸田首相が X に投稿を行ったのは個人として哀悼の意を表するためと説明 他にも宗教団体幹部の死去に伴ってコメントを出した具体例として前ローマ教皇ベネディクト16世を挙げただがこの「釈明」にも X では異論が相次いだ例えば岸田首相は個人として弔意を示したとの説明には「内閣総理大臣岸田文雄」って長い名前の個人はいないよとやゆ ベネディクト16世の名前が出たことにはベネディクト16世名誉教皇と創価学会池田大作名誉会長を同列にするの大川隆法さんが亡くなられた時は何も言わなかったよなといった具合ださて先に紹介した投稿以上に厳しく創価学会や公明党を批判したコメントをご紹介しようひょっとすると かなりの方々がまさに正論と頷かれるかもしれない一つのポイントは憲法第20条20条には「信教の自由の保障と同時にいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」とありますが創価学会はまさにこれに触れている状況にあるのです日本の議員内閣制の場合 政治権力の最終決定権は総理ではなく各大臣にあるんです各省の決裁は大臣で最終決裁でしょうそれが池田大作の古文になっちゃっているんです政治権力を行使する大臣が池田氏の完全な支配下にある略それは憲法違反の状況なんですよこれだけで内閣不信任の理由になると思いますよ 政教一致の政権発言の主は誰なのか岸田政権を批判する立憲民主党や日本維新の会の議員だろうかいやそれは違うあろうことか当時は自民党の衆議院議員だった亀井静香氏が「週刊新潮」の取材に応じて語ったコメントなのだ 亀井氏がなぜこれほど創価学会や公明党を糾弾していたのか今ではピンとこない方もいるだろうベテランの政治記者が解説する亀井さんが上記の発言を週刊新潮に対して言ったのは1994年5月のことで当時は畑勉さんが首相でした与党は非自民非共産八党派という連立政権だったので公明党は与党だったのに対し 自民党党は野党でしたつまり自民党と公明党は敵対関係にあり自民党の国会議員は公然と公明党や創価学会を批判していたのです振り返れば1993年7月の衆議院議員選挙で自民党は過半数割れに追い込まれた。 8月に細川守宏氏が首相に就任すると自民党は憲法20条を考える会という勉強会を発足させた創価学会を支持母体に持つ公明党が連立政権に参加している以上細川内閣は政教分離ではなく政教一致という批判を行った反創価学会キャンペーン憲法20条を考える会の初代会長は加盟氏 96年に亀井氏は入閣したため会長職は白川勝彦氏が引き継いだ参加した国会議員は約50人幹事や顧問には野中弘氏や石原慎太郎氏も名を連ねた二人とも反公明反学会の立場を鮮明にしていたことで知られる今となっては興味深いが10人を超える副代表には麻生太郎氏 9人の事務局には安倍晋三氏の名前も記載されていたこの憲法20条を考える会を母体として1994年5月に4月会が誕生しました創価学会に批判的な宗教法人や学識者が中心メンバーでした設立総会には自民党総裁だった河野洋平氏社会党委員長だった村山富一氏 新党先駆けの代表だった竹村正義氏が出席し、大きな注目を集めました自民党は、憲法20条を考える会や、4月会における議論も参考にし、1、創価学会の税金問題、2、政教一致の問題、3、欧州の創価学会インターナショナル、SGI など、海外組織への送金問題などを問題視した。 そして自民党の「機関紙、自由新報、で反創か学会キャンペーンを展開し国会でも池田大作氏の承認喚問を求めるなど強硬姿勢で臨んだ自民党の「変説」先に亀井氏が「週刊新潮」の取材に大臣が池田大作の子分になっていると問題視していたことをご紹介したがこれは畑内閣の顔ぶれを踏まえての発言だった 21の閣僚ポストのうち浜四つ俊子など6人が公明党の議員だったのだ94年6月に畑内閣は総辞職すると社会党が連立を離脱し自社さ連立による村山政権が誕生した憲法20条を考える会や4月会が自民党の政権奪取に大きな役割を果たしたのは間違いない 亀井氏は村山政権が誕生した際も「週刊新潮」の取材に応じ改めて公明党と学会を厳しく批判した羽田政権ではなんと3分の1の大臣が池田大作の子分だったわけですが大統領制のアメリカと違って議員内閣制の日本では最終決定権は大臣にある言ってみれば一宗教団体が国政を牛耳っていたようなものです ところが1998年の参議院議員選挙で自民党は大幅に議席を減らしてしまう橋本龍太郎内閣は総辞職し小渕恵三内閣が発足政権基盤が弱体化していたことからまず自由党と連立を組みさらに公明党も参加したこうして現在にまで至る自公連立政権が誕生したわけだ 政治不信の現況自民党はなりふり構わず政権を取り返しましたその際党幹部は公明党に謝罪し半送か学会キャンペーンを終わらせてしまったのです以来自民党の議員が学会や公明党の政教一致問題を指摘することはなくなりました 今回の岸田首相による聴問は、長きにわたる連立政権に対する感謝の意を表したようなものです。結局、与党に帰り咲くためなら、公明党と学会の政教一致問題など、どうでもよかったのです。 今でも自公連立の枠組みに釈然としない思いを抱いている有権者は存在するでしょうし実際 SNS 上では自公連立を野望と批判する投稿は少なくありません日本において政治不信が加速している現況の一つと言えるでしょう以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 4月会が瓦解した理由当時自民党は野党の一角である公明党にダメージを与えたいと考えていました創価学会が公明党の盲目的な集票マシーンになっていることはけしからん民主主義への挑戦宗教団体のいいように政治をさせてはならない4月会イコール創価学会の台頭を危惧する宗教団体や政教分離を唱える指揮者など が集い支持母体の創価学会にキャンンペーンを敷きますしかし亀井あ辺りがこの4月会に投票は自民党にと反創下の宗教団体の組織票を当てにして自民党の宗教マシーン化を迫ったのです当然迫られた宗教団体はどちらけ宗教家を政治家は何だと思っている正装の具に利用されたと勢いは急落 やがて自民党内にもそうか、公明を敵に回すより味方にした方が、利行の声が大きくなり、連立を組むまでの関係となり、現在に至ります。政治家、特に自民、は自分のことしか考えない生き物だと言えます。政治に宗教団体に過ぎない者が、口を出すのはおかしい。このままだとコアな自民党支持者が減るばかり。 平安時代じゃあるまいし宗教がしゃしゃり出るなんてありえないまして旧統一教会のような権力欲金欲を持った創価学会と組むなんておかしいエホバの承認も問題になっているが宗教なんかに振り回されずもっと国民のこと国のことを思い政治を行ってほしい 国民の信頼喪失による支持率低下に歯止めが効かない溺れるものがわらこれまたコアな活動家の高齢化で集票力を落とした創価学会組織をもつかんでいる構図だと感じる岸田さんの役目は自民党を支持している既得権益層の利益を守り選挙に勝っていくことだけだから牙城を崩さないためにも必死になっているに相違ないもう自民党はだめでしょう 票が欲しければどことでも組む創価学会であろうと統一教会であろうとエホバの証人であろうと構わない政教分離の意識など全くないし拙僧などを求めるのは無理そんなことをしているうちに身内に優しく国民に厳しい政府ができてしまった他国から責められても日本を守る意識など毛頭ない